ミュージックショワープラスプラスをお聞きの皆さん、こんにちは。僕森右衛門です。3年ぶりに帰ってきたよ、ただいま。でも今日が最後みたいね。一生懸命頑張るから引き続きよろしくどうぞ。あのね、一石二鳥さんから森右衛門に、久しぶりに森右衛門が帰ってくるということで、先週からわさわさが止まらない。でも僕は森右衛門が心配でメールを送りました。ありがとう。最後に森右衛門が出演した時、森右衛門は喉を酷使している様子でした。今日は大丈夫なのかと心配しながら拝聴しています。今日は午前中から発声練習したもんね。じゃあ大丈夫、車でもちょっとやったし。じゃあ大丈夫。全然大丈夫。1時過ぎたら大丈夫だよ、この声。朝10時からはちょっとしんどいかもね、聞く方も。ガジョテレビから、はじめまして森右衛門。過去の動画を見て森右衛門のファンになってしまいました。ありがとうね。私も森右衛門にアイテムを出してほしい。何でしょう。なんだか今日お腹が空いて仕方なくて、焼きそばを食べたらまだ麺が食べたくて、ラーメンも食べたよ。こんだけ食べたら1日の消費カロリー超えちゃうよ。夜ご飯もたくさん食べたいよ。お腹の浮き輪がこれ以上大きくなりたくないな。膝と腰痛いし、機嫌悪いので動きたくありません。いっぱいあるな。一個ずつだよ、やるときは。多いよ。長いし覚えきれないよ。何だった、何だったの。前半が覚えてないよ。前半部分もう一度。焼きそば食べたらまた麺が食べたくて、ラーメン食べて麺上具ってことね。OK。 アイテムお願い、森右衛門。そんな時はピコピコピー、明日食べなければいいさ。出たアイテム、明日食べなければいいさ。今日食べて明日食べなければいいさ。これはまだまだ来てます。ラジオネーム75歳取締役男性の方。偉い人なんだね。偉い人から来ました。どうしても森右衛門さんに相談したいことがあります。何でしょう。それはキティちゃん問題です。ちょっとキャラかぶるね。ライバルだよ。漫画やライバルだよ、キティちゃんは。漫画やぬいぐるみのキティちゃんは可愛いのに、実写版のキティちゃんになると怖いです。恐怖です。なんでかなって考えたら、足が長いのです。足がものすごい長いのです。森右衛門、どうにかなりませんか。アイテムお願いします。そんな時はピーコピーコピーン。ライバルのことはあまり強く言いたくない。はい。ライバルのことはあまり強く言いたくない。ダメでしょ、ドラえもんのポケットから。ドラえもんって言ってしまった。森右衛門のポケットから。キキちゃん出したらおかしいでしょ。実際何なのってなるでしょ。実際のとこ何なのってなるでしょ。本当におっしゃる通りだ。ボンベンさんから。まだあるの。配送の仕事をしているのですが、今日のように雨が降ると荷物も自分も濡れます。あの、そういう人いっぱいいるからね。お疲れ様でした森右衛門。どうか荷物も自分も濡れずに配送できる秘密の道具をお願いします。もう今日はね、みんな持ってないの、自分では。こんな雨降ってる中持ってないの。こんな森右衛門が出さないといけないの。森右衛門。はい。そんな時はピコピコピーン、カバーかけて。何かしらのカバー近くにあるでしょ、配送業者の皆さん。近くのカバーをかけて。カバーをかけてです。なんか面白くないみたいに言わないで。最後のまとめ、やってる方の身になって。今日最後だよ。もう前見えないよ。レイさんから。あ、森右衛門。はい。森右衛門は今までいろんな冒険をした信頼できる4人のお友達がいると聞きました。よければそのお友達紹介してもらえますかって。え、どんなお友達がいるの。そんな時はピーコピーコピーン、ジョージ・ハリスンでしょ。
ポール・マッカートニーでしょ、リンゴ・スターでしょ、あと一人誰だった、ジョン・レノンでしょ、僕の友達だよ。ピーター・あ、その4人と一緒に冒険してたんだ。もちろん世界ツアー回ったよ。世界ツアー回ったね。回るだけ回ったね。絶命だったね、僕だけ。ジョン・レノン口数少ないからあんまり仲良くなれなかったね。そっか、ポールはいい人よ。まだある、まだあるかだけ確認したい。ある、ある。カラフルクレヨンさんからありがとう。助けて森山も。なんで今日は週の後半木曜日、なぜだか気分が盛り上がらないよ。木曜日も元気になれるように盛り上げて、素敵なアイテムちょんまげ。そんな時は先ほどモリーが踊ったベリーダンスを見なさい。ピコピコピーマ、え、ピコピコピーマ、知らなかったね。言うな言うな、このダメ出しを。この状態でやってるんだからミスはあるだろ。何がピコピコピンはないの、言ってほしいくらいだよ、誰かに。自分で言うの恥ずかしいよ、とっても。ちょっと間も作って考えながら一気にフル回転させて、声もこんな出しさ、何なの、喋ってよ、とにかく。